こは少し、小石が、ですね、石場となっていまして、そして、右の方を流れますと、ここは遠くが海がありますか、あれは東京湾でしょう。東京湾がありましたね。でさっき左側の木立の、上に富士山が見えました。だからこの木立はもうなくなってますから、この向こうに富士山が見えるかもしれない。お、こちらは鎌倉からですね。あそこに見える、あそこに鎌倉の影にここで見えますよね。ちょっともう少しはっきり撮りましょう。おい、この辺り本当だんだん石が、あそこに富士山が見えます。もうすぐ下げてみよう。高取山ハイキングコース、ここにも、ここは一挙に開きます。ここはいいな。おお、ここはいいです。おお、これは最高だ。今日はね、本当に抜けがいいから、こんなにはっきり見えるのも少ない。3月22日、ここ、高取山の中腹から今撮影しています。午前9時50分ね。こういう高取山のハイキングコース、素晴らしいね。岩がいっぱい。高取山、逗子の、神武寺から高取山ハイキングコースに登ってちょうど20分ぐらいの場所ですね。ここはその中腹に富士山展望で最もいい場所があります。これですね。今日は3月22日すっきりと晴れ渡っていますから、富士山も裾野まで、あれで何合目までですかね。下の方も5合目はもちろんもっと下の方まで雪が積もってますね。あれですよ、ね、ほら富士山も